はい、皆さんこんにちは。宅飲みグルメのおっくんです。ということで今回の動画はですね、肉の生食シリーズということでございまして、今回は満を持してやってまいりました、生親子丼、こちらを作っていきたいと思います。よいしょ。はい、ということで、まあ親子丼といえばね、鶏肉と、まあ、卵で、親子で親子丼というね、丼にする料理だと思うんですけれども、まあ、間違いなくね、皆さんが召し上がったことがある親子丼って火が通ってると思うんですよ。それを今回は生でやってしまうという、鶏生肉の生と、卵の生を掛け合わせて、どんな親子丼ができるのか、そして、どれほど美味しい親子丼ができるのかというのをね、挑戦していきたいと思います。さあ、ということで、どんな料理に仕上がるんでしょうか？早速やっていきましょう。それでは早速、調理開始。それではやっていきましょう。今回使っていくのがこちら、九州産種鶏のもも肉でございます。こちらがね、一応生食可能な鶏肉ということで楽天市場で購入しました。九州の方、特に鹿児島とかではですね、普通に生食用の鶏肉がスーパーで売ってたりするんですけれども、普通にスーパーで売ってる鶏肉はですね、絶対に生食しないようにしてください。生食はおろか、中に火がねちゃんと通ってないだけでも非常に危ないです。お気をつけください。そしたらまずはこちらを氷水で氷水解凍していきます。次に親子丼のタレを作っていきます。フライパンに醤油大さじ2、みりん大さじ2、酒大さじ1、砂糖大さじ1、だしの素小さじ1、こちらを火にかけていきます。ひと煮立ちしたら OK。 こちらを一度冷ましておきます。続いて親子丼には欠かせないこちら、玉ねぎを切っていきます。でこちらの玉ねぎもね、火を通さないんで薄切りにしていきます。水にさらして辛みを抜きます。まあ大体10分ぐらいですかね、さらしていきます。大体10分ぐらい水に浸して、水を切ったら玉ねぎの準備 OK。 でこの玉ねぎ意外と量ありますね。このレシピサイトとかで、まあ、1人前の玉ねぎこれぐらいってことで今回あの4分の1使うことにしたんですけれども、加熱しないと結構かさがあるので、ちょっとこれは、実際に作るときに調節していきたいと思います。ということで肉が解凍できましたので、お肉を切っていきます。いやー、いい色ですね。赤身が濃くてうまそう。そしたら今回はこちら1枚の半分ぐらいを使っていきます。そしたらこちらを一口サイズに切っていきます。で結構大きさが大きいと噛み切りづらいと思うので、ちょっと小さめの一口サイズに切っていきます。こんな感じで OK。 そしたらこちらを袋の中に入れて、そして先ほど作ったタレを半分入れて、冷蔵庫で1時間ほど漬け込んでいきます。そしてこちら、親子丼には欠かせない卵でございますね。こちらね、生で使おうと思ったんですけれども、そのままね、入れてしまうとちょっとぐじゅぐじゅになってしまうので、白身の部分をですね、泡立ててメレンゲにして使っていきたいと思います。なので、まず卵を割って、で、卵は別の器に取っておきます。そしたら白身を泡立て器で泡立てていきます。ということでこんな感じで固まってきましたら、先ほど作ったですねタレの残りを入れていきます。ということでこんな感じでいいですかね。味付きめんれんげの完成でございます。そして
漬け込んだお肉でございます。おお、こちらもいい感じに使っておりますね。そしたら最後、ほかほかご飯に、玉ねぎを敷いて、この熱々ご飯の上に直にメレンゲだとね、メレンゲが緩くなってしまうので玉ねぎを間に挟んでおきます。うん、なんだかんだ切った玉ねぎ全部使っちゃいました。そしてメレンゲを乗せて、よいしょと。そしてお肉を最後ドドンと乗せーの、真ん中に卵黄を持って、そして貝割れですね。まあもうちょっとでいいかな。よいしょ。さあ、ということで完成です。いやー、どうでしょう、こちらが生親子丼でございます。鶏肉も卵も肥料せずに生で作ってみましたが、意外にも自然な感じで馴染んだんじゃないでしょうか。気になるのはそのお味、どんな感じで仕上がったんでしょうか。さあ、ということでめちゃめちゃうまそうに仕上がりました。早速食べていきましょう。さあ、ということでこちらが生親子丼でございます。ということで完成したわけなんですけれど、まずはね、ちょっとね、先にビールの方からいただいちゃいましょう。今回はこちら、じゃん、キリン長ビールでございます。それじゃあ飲んでいきましょうかね。乾杯。くー、たまねー。いやー、これからね、この絶品であろう生親子丼をいただくわけなんですけれども、それにねふさわしいスタートが切れました。はい、ということでね、実際にいただいていきたいと思います。いや、改めて見てください、このビジュアル、うまそうでしょ。まあ、なんかね、見た目カルボナーラっぽい、なんかベーコンたっぷりなカルボナーラっぽい感じにも見えるんですけれども、生親子丼でございます。はい、ということで早速ね、この卵黄を割っていただきましょうかね。よいしょ。おー、おー、いいね、いいですね、この卵黄が割れて、そしてこの鶏肉と絡むわけでございます。そしてそこを、ここの部分をめがけて、ご飯とともにずずっと、これ最初箸でいこうと思ったんですけど、これやっぱりレンゲの方が食べやすそうだということで、レンゲでいただいちゃいたいと思います。よいしょ。おー、来ました、これですよ、これ、いただきます。いや、普段ね、なんか鶏の生肉っていうと、僕関東の人間なんで、ちょっとね、食べるのを躊躇したところもあるんですけれども、これだけ調理されてるとね、なんかいけそうな感じしますね。いただきます。うまっ、これやばい。いや、待って、なんか新感覚、普通にうまいんですけど、これなんだろうな、なんかこのメレンゲを泡立ててる分、ちょっとクリーミーさも出て、そしてそのクリーミーさがね、卵黄のコクと相まって、そしてさらにそこにですね、味付けされたこの鶏生肉の旨味と相まってね、めちゃめちゃうまいです。味はね、これ親子丼の味なんですけれども、すごい不思議な味わいですね。うん、あ、うまいわ、何これ。そしてね、この玉ねぎをね、メレンゲとご飯の間に敷いたの、これ大正解でした。玉ねぎがね、ご飯の熱でいい具合にしんなりしてね、非常にいい食感をね、醸し出してくれますね。うまっ。そしてそこにね、ビールでございますよ。あ、うまいね。そしてこれもともとね、まあ、鶏刺しの漬けみたいな感じなんでね、これね、鶏刺しだけでもいっちゃいましょう。よいしょと。このちょっと大きめなね、皮付き鶏肉いただいちゃいましょう。うん、おー、なるほど。うん、あー、うまい、
めちゃめちゃうまい。でもですね、皆さんもこの鶏刺して食べたことあると思うんですけれども、まあ鶏刺してね、甘い醤油で食べたりするんで、まあ今回の味付けに非常によく合うものではあるんですけれども、そこにですね、今回は魚介の出汁の素を入れてるわけですね。それによってですね、この鶏の肉の旨味と魚介の旨味が掛け合わされて、めちゃくちゃうまい、この鶏刺しが出来上がってるという。いや、これびっくりしましたね。この鶏刺し単体で食べても、めちゃめちゃうまくなってます。いや、これちょっとびっくりしました。まあ、だからこそね、この生親子丼が美味しく仕上がってる、そういうことなんですね。いや、うまいな、びっくりしました。うまかった。さあ、ということで完食でーす。いやー、めちゃめちゃうまかった。いや、ちょっとこれびっくりしました。まあ鶏肉もね、生ってことで結構食感が残ってしまう、まあそこはあったんですけれども、そもそもね、この鶏刺しの旨味が増強されるところだったりとか、あとね、このメレンゲにしたこの卵白がね、いい感じの濃厚さをね、醸し出してくれたところとか、まあそういうところがね、すべて相まって非常に美味しい一杯に仕上がりました。まあただね、美味しかったことは美味しかったんですけれども、鶏の生食にはね、リスクが伴いますので、ぜひこちらのね、レシピはエンタメとして見ていただいて、再現をされるのはですね、ご遠慮いただければと思います。いや、でも本当にね、マジで危ないんでね、皆さんもぜひお気をつけいただければと思います。さあ、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。